十字架のヨハネは16世紀のスペインのカトリック司祭、神秘思想家。アビラのテレサと共にカルメル会の改革に取り組み、アンヤなど優れたキリスト教神秘主義の著作や書簡を残した。カトリック教会、聖公会で聖人であり、教会博士の一人。記念日は12月14日。この記念日はアメリカ福音ルター派教会でも祝われている。 十字架のヨハネは1542年、スペインのフォンティベイロスで生まれた。本名は、フアンデイエペス。父ゴンサーロデイエペスは裕福な織物商の息子であったが、貧しい旗織少女であったカタリーナ・アルバレスと恋に、落ち、彼女と駆け落ち同然の結婚をしたため、一族から感動された。貧しいながらも、愛のある暮らしを始めた二人の間には三人の、息子ルイス、 フランシスコ、ヨハネが生まれた。しかし、慣れない貧乏生活の苦労で病気を得た父、ゴンサーロは、ヨハネの生後間もなく、病を去り、さらに貧困ゆえ息子レイスも病死した。苦悩した母は、末息子、ヨハネの健康を心配し、9歳の時にメディナデルカンポの孤児院に預ける。ヨハネは、孤児院で大工をはじめとする、様々な職業教育を受けたが、 いずれも習得するに至らなかった。また仕事だけでなく、個人を維持するために、物声のようなこともせねばならず大変な苦労をした。ヨハネは17歳に、ようやく病院の看護師の仕事を得たが、同時に、街角で病院の維持のための献金を集めなければ、ならなかった。やがて天気が訪れ、イエズス会の学校に学ぶ機会を得て、司祭になる道が開けた。彼はそこで、 生活の安定した病院付きの司祭になることを勧められたが、あえてカルメル会の修道院に入ることを望んだ。1567年、司祭に除外される。25歳の時、ヨハネはアビラのテレサと運命的な出会いをした。彼女は停滞していた女子カルメル会の改革に成功し、修道会に新たな息吹を吹き込んでいたが、ヨハネの徳の高さを認め、同志となって、 男子カルメル会の改革を行おうと呼びかけたのである。こうして、上長の許しの元聖マチアスのヨハネは十字架のヨハネと名を改め、ドゥルエロの地に新しい修道院を作り、これが戦争カルメル会の発祥の地となった。ヨハネはそこで意欲的に修道会の霊的刷新に乗り出すことになったが、彼の行動は周りの修道士たちに危険視され、理解されなかった。 ピアチェンツァで行われた修道改装会でヨハネの行動は厳しく弾劾された。1577年には同じ修道会士によってトレドの修道院に遊兵されたが、1578年8月16日に修道院から脱出した。暗い小部屋での9ヶ月の遊兵生活の中でヨハネは霊的なインスピレーションを受けた。そこで得た経験をもとに暗夜を表した。 以後、神秘家として、活発な著述を行うようになり、1581年には、教皇グレゴリウス13世の許可を得て、ようやく改革カルメル会が認められるようになった。しかし、同会においても1591年の、マドリードでの会議で批判され、ヨハネはペニュエラへの陰性を余儀なくされた。彼は、間もなく病のためウベダの修道院に送られ、 1591年12月14日に49歳でこの世を去った。彼の著作が初めて出版されたのは死後30年ほどした1618年のことであった。1675年に教皇クレメンス10世によって劣伏され、1726年にベネディクトゥス13世によって劣勢された。20世紀のエイディトシュタインは 晩年十字架のヨハネの研究に没頭したが、その著作の完成を見ずに強制収容所で殺害された。サルバドールダリは十字架のヨハネの手によると言われる十字架の図に着想を得て、十字架の聖ヨハネのキリストという絵を残している。十字架のヨハネの思想は暗夜の概念に集約されている。暗夜とは神との一致に至るまでの過程へと定義されている。この アンヤは、暗き夜に、炎と燃える愛の心の絶えがたくに、始まる、八編の詩の形式で表現され、彼の代表作である、アンヤとカルメル三ン藩によって解説されている。この詩は、信仰のアンヤを通って、神との一致に向かう魂が、セキラと浄化の中に見出した、幸いな定めを歌うものである。十字架のヨハネの全著作は、1906年、デビット・ルイスにより、 また1953年 EAP アズによって英訳され、キリスト教信仰者以外の人々の心にも訴えた。ありがとうございます。